みりんレモン、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 みりんレモン。はい、ということでですね、こちら先ほどのキリンレモンとレモングラスほうじ茶の、パーティードリンクですね。じゃん、こちらのみりんですね、ちょっとお酒を入れたみりんレモンを楽しみたいと思います。お酒のカクテルなんですけど、やっぱ番茶って言ったら和なんで、こちらも和でいきたいと思います。みりんレモンって名前の通り、みりんを先にちょっと入れます。これぐらいですかね。続きまして、こちらの先ほどのキリンレモングラスですね、レモン、キリンレモンほうじ茶ですね、ちょっとこうなみなみ注ぎます。さあ、こちらのみりんはですね、実はこうもち米とお米でできてるんですね。で、本格的なみりんはですね、実は九州産のお米を使われてるんですね。これちょっとしたトルビアですよ。いきます。あー、すごく美味しいです。このみりんとレモングラス、これは合います。このみりんの、結構甘いんで、このレモングラスほうじ茶入りのキリンレモンで割ると、すごくこう飲みやすいカクテルになりますね。やっぱ先ほど先に見た通り、和をすごく感じさせるカクテルです。こちらカシスソーダとかカンパリソーダですね、これが好きな方は非常にいけるんじゃないでしょうか。ハイボールなんかが好きな方はですね、ちょっともうキリンレモンじゃなくても普通の炭酸水ですね、ソーダ割りしていただくと、こう辛口に決まっていいんではないでしょうか。その際はですね、みりんレモンとは言わないんで、決して歌わないようにお願いいたします。チャオ。それではまた次回もお楽しみに。